小さい頃からよく夢を見ました。それにはいつも見たいものがたくさん出てきました。今日も空をクジラが泳いでいます。みんな僕のことを呼ばれ方が気に入ってました。おはようございます。おはよう。おっす。クジラか。そうだ、空に大きなクジラがいるのだ。いるな。でしょ。おう。あばよ。あばよ。どこにいるんだろう。野崎さんとこ今月いっぱいで閉めるそうだ。そうですか。不景気ですね、この町も。うちも一言じゃなくなるかもな。
ギリギリだぞ、早く準備しろ。やべ、タクシー人のくせに困ったやつだな。なんであいつ帽子かぶってんすか。知らない。変なやつ。少し変わってるだけだよ。変わりすぎでしょ。おい、何ですか。まあ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 、ね、何なんですか。哲也さんってガチなんですか。はい。どうして赤にしたんだよ。いや、どうしても赤がいいって。うちは車屋じゃないんだからさ。はい。これまでに終わってる方がいいですか。はい、確認よ。お、ありがとう。はい。あれ、一つ足りない。いいんだ、足りなくて。なるほど。哲也、もう夏だ。そうだね。今日あったらアイス買いに行っていい？いいよ。約束だ、約束。仲いいね。翔太郎も行くか？俺はいいよ。アイスじゃなくてビール飲みたいな。大人はいいね。ビールで食いっとかっちょいいもん。藤尾も飲めよ。苦いじゃん。哲也は飲めるのにな。哲也はいいもん、クールマンだから。クールマンってなんだよ。あんまりおしゃべりじゃないからね、哲也は。そんな男はビールが似合うもんね。ここも今年で10周年だから、おさむさんにサプライズパーティーやるか。じゃあいっぱいビール買ってこなきゃね。変わりすぎでしょ。
がとうございます大丈夫、藤尾さんのおかげで助かりました。命の恩人です。ありがとうございます。いや藤尾どうした？今日はお前の誕生日だろ。やった、すげえ。なんだろうこれ、お菓子かなすげえ、やった。あのさ、私さ、妊娠しちゃった。だから子供ができたって。そうか。ゆきえさん妊娠したんだって。本当か。だからゆきえさんつわりで大変だよ。はい、そうです。そのお弁当、明日何の、ジムは誰がやるんですか。できないからな。おさむさんの知り合いの娘さんが手伝いに来るみたい。そうか。女っすか。お、手伝いに来てくれるって。かわいい子がいいな。巨乳とか。溶けるか。お疲れ。失礼します。ごめん、大丈夫？はい、大丈夫です。あれ？あれ？なんで上を見てた？空を見てて。空。ごめんなさい。見つかってよかったな。うん、ありがとう。
土曜日は休みだね。最初は余計が来て、いろいろ教えてくれると思うから。どうした？昨日の空を見てた。空？なんであぐみちゃんのこと知ってんの？昨日会った。空見てた。空？なんで？わかんない。でも空見てた。何か知ってんだろ。お前、はぐみちゃんのこと教えろよ。何も知らない。使えねえな。藤尾くんってお弁当作ってくるの？うん。自分のことはちゃんとあるからね。すごい。自分で作るってなかなかいないよね。作ってくるのは藤尾だけだもんな。すごい。直江を作った。はい。ありがとう。開けてくれ。食べてくれ。いただきます。おいしい。まだ夢見るの？お、見せてよ。徹夜だけ特別だぞ。藤尾は夢の中で王子様だな。それ懐かしいな。ん？あの頃は徹夜、悪いことしてた頃だな。ヤンキーだ、ヤンキー。俺の親って生きてると思うか？どうして？写真見たからさ。生きてるって信じたら？なんで？哲也はそう思いたいって言ってるから。そうか。藤尾君、はぐみちゃんが忘れてったから持って行って。
おう。通帳持ってきた。あ、忘れてた。ごめんね。知らせて。あの時なんで空見てたの？あ、あれは空の雲が綺麗だったの。空。空にはね、大きなクジラがいるんだよ。いつも空から俺を見てるんだ。そうなんだ。今度俺が弁当作ってくるよ。え、本当？嬉しいな。はぐみちゃんは何が好き？なんでも食べるよ。じゃあ俺が好きなもの作ってくるよ。ありがとう。何やってたの？公園で話してた。楽しかった？お、クジラだ。クジラがいる。ほら、あそこ。はぐみちゃん、いいですね。助かったよ、仕事ができるから。今日、ヘッド先生から電話あったよ。二人は元気にしてるかって。そうか、仲良くやってますし、仕事も頑張ってますからね。最初は哲也が大変だったもんな。でも、だいぶ変わったよ。あんまり喋らないけど。今、両親はどうしてるんですか？哲也はどこかにいると思うんだけど、藤尾はお母さんしかいなくて、亡くなったって聞いたけどな。そうですか。それもまた小さい頃だよ。藤尾君ならきっとどこかで会えると思ってるんじゃないかな。あいつらしいですね。もっと愛があれば世の中うまくいくと思うんだけどな。哲也は何も言わないけど、本当は会いたがってるんじゃないか。かわいいな。よし、連れて行っちゃいな。おっす。暴れんじゃねえ、このアマが。離してよ。動くな。やめよ。バケンバケン。バケン。行こう。
ふみちゃん、これあげるよ。ありがとう。やけに張り切ってるじゃないか。どうっす。おい、今日はいいのか。今からそばでも食べに行くけど、お前も行くか。そば。ああ、毎日弁当ばっかりじゃ飽きるだろ。たまにはと思ってな。俺は弁当があるからいいよ。みんなで行くけどいいか。うん。そうだよな、自分で作ってるんだったらもったいないよな。うん。じゃあ、おはよう。食べてないの？うん。これあげる。いや、もっと食べて。無理だよ。食べて。
食べて食べて食べて、もっと食べれるでしょ、全部食べて。おいどー、若いんだから頑張れよ。あー手が引きちぎれる。あいつなんで何も持ってないんだ。しょうがないやつだな。今日はどうしたんですか。実はさ、うち厳しくなってきて、おさむさんとこに仕事回すの難しくなってきてるんだよね。不景気でうちも暇になっちゃってさ、リストラもやるみたいなんだよね。今まで何とかやってこれたんだけど、今回ばかりはどうしようもなくて。そうですか。そういうことで少し考えてもらえる？予想はしてたんですけどね、工藤さんのところがうちでは大きかったんですけど、しょうがないですね。本当申し訳ない。わかりました。どうにかします。佐野さんにはちゃんと話をしようと思ってたからさ。ありがとうございます。嬉しいな、こうして祝ってもらえるのは。盛大にできなくてすいません。そんなことないよ。俺からも俺をやらないとな。で真ん中ボールあるんだけど、そこからキーパーの場キーパーのところまで後ろに下げたんだ。そこから一番後ろのディフェンダーのやつを持ってきて、はぐみちゃん、はい、おい藤尾、やっぱかわいいなぁ。こっちに来ませんか。ピチピチ。待てー、またあいつかよ。
してやるよ。わがままばかり言うの？藤尾、本当はいい子でしょ？何わがまま言うのよ。いい子にしてくれるよね。いつも好き勝手やって、そんな子はうちの子じゃない。そうじゃないともう会えないわ。これでさよならしてやる。どうしたんだよ。これ。哲也には関係ない。直也か。黙ってたらわからないだろ。いいもん、わからなくて。はぐみちゃん彼氏とかいるんですか？いないんじゃない。好きな人は？知らない。そっか。家はどの辺なんですか？この辺。そっか。うるさいんだけど。僕はじめちゃんとどうですか？いいんじゃない。
てない。どうしたの？クジラがいなくなった。どうして？わからない。藤尾、サッカーやろうぜ。なんだよ、ノリ悪いな。やろうぜ。本人が嫌だって言ってるだろう。はい、すみません。はぐみちゃん、好きな人とかいるの？いないよ。そっか。そしたらさ、俺と付き合わない？ごめん、私直也くんタイプじゃないの。ごめんなさい。来年までここを続けるのは無理だと思う。誰かに辞めてもらう。俺はできない。じゃあどうするの？誰かに辞めてもらうわけにはいかないだろう。今まで働いてもらったんだから、用がなくなったらそれで終わりってやり方はよくないだろう。じゃあ何か方法はある？子供も生まれるよ。誰かをクビにするんだったら、俺はこの工場を閉めた方がいいと思う。ずっと考えてたんだ。みんなのことも、お前のことも、子供のことも。どうしたらいいか。何でもやろうと思う。迷惑かけてると思ってるよ。いつもそうよ。加減にしろよ。やめろやめろって。なんだよ。やめろ。離せよ。
離せよ。どうした？こいつがいつまでも使えないんですよ。いつもヘラヘラしやがって、タミにでもコミ見やがってよ。ガキみたいにいつまでも菓子ばっか食ってんじゃねえよ。どうしてんだよ。藤尾と哲也は両親がいなくて施設で育ったんだよ。それで修さんが園長先生と知り合いで就職の面倒を見てくれたんだ。小さな工場だけどみんな頑張ってるんだから、お前だけ好きなことをやっていいわけないよな。それでもここの社長は誰かを見捨てるようなことは絶対しないから。一人じゃ生きていけないぜ。藤尾今日は戻ってこないと思います。お疲れ様。ありがとうございます。最近終わるの早くなってね。はい、忙しくて大変な時期もあったんだけどね。藤尾くん来てないの？はい、ずっと来てないんですよ。藤尾くんって変わってるでしょ。そうですね、私、藤尾くんに会ってからいろいろ考えるようになったんですよ。何を？あんなに毎日楽しそうに好きなことをやりながら生きていくって私にはなくて、多分行き当たりばったり生きてきたからだと思うんですけど、休みだけを楽しみにして他のことは必要だからやってるみたいで。
それが悪いとかじゃなくて、私はそれがやりがいのある生活には感じないんですよね。だからいろいろやってみようかなって最近考えてるんです。そうね、藤尾くん見てると元気出てくるもんね。藤尾くんは戻ってくるよ。休みの日ぐらいうちでゆっくりしてろよ。前通ったら事務所の電気がついてたんで。お前が来た時はまだ若かったろ。はい、あの頃は大変でしたね。最初は暇だったもんな。もう終わりですか。ああ、潰れない会社なんてないからな。そうですね。不景気になって厳しくなったな。みんなよく頑張ってくれたと思う。一人新人が問題ですけど。若い時はみんなそうだよ。明日みんなに言おうと思うんだ。おさむさんが決めたことなら僕は従います。また始めればいいだけさ。今年でこの工場を閉めることにしました。突然のことで申し訳ないと思ってます。実は昨年からの不景気で来年以降工場を続けていくことが難しくなりました。そこで早めに決断を下した方がいいと思って閉めることにしました。今まで本当にありがとう。
何か手伝うことありますか？それじゃこれ向こうに持ってる。はい。ごめんなさい。すいませんでした。自分が考えてるようにみんな同じように考えてると思ったか。何でも思い通りにいくと思っていたが、そうじゃないだろう。みんな違う考え方をしてて思い通りにいかないから苦労して生きてるんだろう。思い通りにいかないのはお前だけじゃないんだぞ。みんな待ってるから。すいませんでした。ごめんなさい。好きなんだろ、はぐみちゃんのこと。告白しちゃえよ。浮上が前に進んだら俺もそうするよ。
あのね、ずっとはぐみちゃんのこと考えるとね、心がギュッとなるのね。うん。哲也はそれは恋をしてるっていうのね。うん。俺まだ子供みたいな性格でダメなやつだけど、愛は確かなのね。うん。だからさ、これからも一緒にいてくれない？いいよ。
でけえ。何この子。お、すげえぞ。でかいなこの子も。まあ本当に。すげえなこれ。あの、何してんの？空を見てるだけです。前にこの辺りでよく空を見てる子がいたんだけどね、最近見なくなったんだよね。クジラって母と子の絆が深いって知ってました？いや、知らない。父親は交尾の後いなくなるんですよ。でも母親はずっと子供を守るように一緒に過ごすんです。きっとどっかで元気にやってますよ、そいつ。そうだよね。いやー、なんかさ、会わなくなると寂しくなるようなやつでさ、最近全然会わなくなったからさ。そうですね。そっか。もうあいつにクジラは見えないと思うんですよ。どうして？大人になったからです。これあげます。いい出会いがある知恵の輪です。ありがとう。すいません、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あれ？サングラスがない。え？キャッ！どこ触ってるんですか？え？どこって当たっただけじゃない。あっ！え？何この。いや、違うんです。あの、これは、その…セクハラ！いてぇ！